はさあ皆さんこんにちは、デリゲントの島村です。はい、ではですね、今回も引き続き、真空について説明をしていきたいと思います。ですね、前回真空にセラード DJ が使用しているものが、こうグリッドの幅ですね、前回のおさらいなんですけども、こうグリッド線がこうパパパパパと1拍ずつ引かれていって4分の4拍子カウントで、4拍を1小節としてこうどんどんテンポをカウントしていくっていうことを説明したと思うんですけれども、そしてそれの編集方法ですね、こうずれてしまっているものはこう引き伸ばしたりスライドさせたりということをお話ししました。で、今回はですね、そこの大元となるもので赤い線を、紹介したと思うんですね。このマーカーという線なんですけども、これ、一番初めの部分に1本必ず入っているんですけれども、これ実は何本でも弾けるっていうことを説明したいと思います。で、これ何本も弾けるっていうのはどういうことができるかということなんですが、例えば BPM が、テンポが130の曲からこうダダダダダダダと上がってって BPM が180とか170とかに変わったりとか、逆にこう下がって190ぐらいの楽曲をプラス 10% で200で使うというのが定番のとあるジャンルの曲だとダウンビートっていう、こう途中でテンポが下がってまた上がって戻るっていうような、まあそんなジャンルがインドネシアにあったりするんですけれども、まあそういった感じにテンポがこう変わる楽曲に対してマーカーを1本打って、こっからは BPM いくつ、もう1本打って BPM ここからいくつっていう風に、後からどんどん追加することができるんですね。で、今回はそれを使って BPM がこううーっと変わっていったところからもう1回マーカーを打つと、どっちでもBPM が表示されるよという、元々のあった BPM で変わった後の BPM、どちらも表示されるということを説明していきたいと思います。前回のグリッド編集と、同じテクニックを使用するんですけども、一個違う点がこのマーカーを新しく打つという部分ですね。では、実際にやってみたいと思います。ほーほーはい、ではですね、前回に引き続き、このシンクに使用するグリッド線ですね、この、テンポで1拍ずつの幅を取っていくグリッド線の、お話の続きなんですが、今回は基準となるマーカーという赤い縦線について説明していきます。この赤い縦線、どこにあるかというと、今画面の、ちょうど再生されている再生位置というのが、セラド DJ の中央に出ているんですが、それの右側ですね、1小節目1拍目のところに赤い縦線が引かれています。この赤い縦線をマーカーというんですけれども、これ何個も打つことができます。じゃあこれ何個も打つメリットってなんだっていうお話なんですが、これはですね、BPM がこう変わっていくっていうタイミングといいますか、もともと楽曲が BPM140 からじゃあ徐々に上がっていって170というような楽曲が、今回、無理やりテンポを上げて作った楽曲がここにあるんですけども、こういった BPM が変動する楽曲に対応できるんですね。例えば、140で初めは BPM の表示がされていて、テンポが、楽曲がでテンポが変わった時にそこから BPM が、その変わったテンポ、今回は176なんですけども、その176にちゃんと表示してくれてグリッド線も合ってるっていうような、作り、設定をすることができます。ではやってみましょう。まずネタバレしちゃいますと、この楽曲、4小節が終わるまで4分の4を、4小節、4拍かける4、16拍ですね。16拍までは、BPM140 で固定されてるんですが、5小節目1拍目、4小節終わった後ですね、どんどんテンポが上がっていって176に向かっていきます。じゃちょっと一回、聞いてみましょうか。下に入っている右側でロードしている楽曲なんですけども、これは、今 BPM140 です。で、BPM140 で、シンクさせている状態ですね。じゃあちょっと聞いてみましょうか。ごくごく普通の、こんなトラック。じゃあここに曲入れていきましょう。はい、4小節終わりました。どんどんこう、ずれていきますね。
まあ、もう十分でしょうということで、BPM が進化しているけれども、もともとの楽曲でどん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 テンポが上がっていってるんで、それに追従しないようになってしまっているということで、これを改善していこうというのが今回のテーマです。まず、自分で本来、今回は自分で作った楽曲なんで、どこでテンポが変わるかというのも分かってるんですけども、まず自分でどこでテンポが変わるかというのは必ず、調べておいてください。で今回は、グーグーグーと持っていって、この、5小節目の1拍目ですね。この5小節1拍目のところからテンポがどんどん変わっていきます。まあ、この波形をちょっと見ていただくと、本来、ですね、これちょっと調節しようかな。若干ずれてるので、クリット編集で、おさらいということで。まあ、ちょっとずつこずらしていって、BPM140 ですね。で、今、5小節のキックの部分にぴったり合うようになっているんですが、続きの6小節目、1拍目。本来キックだろうなという波形の部分が結構ずれちゃってますね。まあ当然なんですよね。どんどん上がっていってるんで、それを追っかけていることができないということで、今回はこの、BPM 変動をやっていくわけですが、今回はこの5小節目1拍目のところから BPM が変わっていきますということで、まずここでマーカーをセットというのを、左上ですね、グリッド編集のモードの中のマーカーセットを押します。そうすると、はい、見てください。5小節目の、ところにも赤い縦線が引かれていますね。これで今一番初めの線とグググググと持っていって、一番初めの1小節目1拍目と5小節目1拍目のところに赤い縦線が打たれています。では、この5小節目1拍目のところから徐々に上がっていって、で、最終的にですね、この楽曲は15拍目に、15小節目1拍目、15小節の1拍目のところから、BPM が176に変わるような設定がされているんですけれども、これは何回も言いますけれども、本来であれば自分でまず調べておいて、それを踏まえた上で編集をしていただく必要がありますので、その点だけは、ご自身で頑張ってください。ではですね、5小節目1拍目から徐々に上がっていって、15小節目1拍目までちょっと聞いてみましょうか。どんどん上がっていきます。はい、1拍目、15小節の1拍目というのが、ここにあるべきなんですが、これ実を言うと、これ本当だったら15小節1拍目ではないんですけども、今回はちょっと、近いところに頭の部分があるんで、ここで調節をしてしまいます。ではですね、ちょっと調整をかけて、この15小節1拍目のところまで合わせちゃいましょう。で、ここでもう1回マーカーを打つと3本目が、この15小節頭のところにできるんですが、ここで、ちょっと残念なお知らせというか、ですね、この BPM が徐々にこう上がっていくというのが、それをグリッド線を使って追っかけていくって非常に無理というか、どうしようもない、壁がありまして、ここに関して BPM がこう徐々に上がっていっている部分に関しては計測不能なものだと考えてください。まあおそらくこうビューって上がっていってるところにテンポをシンクさせてこうつないでいくっていう人、まあそもそもいないと思うんで、自分でこうテンポを2曲のテンポを合わせて、うにうにさせるというのは、DJ さんいらっしゃるかもしれないですけど、もともとこう上がっていっているものに対して追従させるように BPM をこうウィーって速くしていくっていう方、まあそんな高度なテクニックやられる方なかなかいないと思うので、こういった BPM が、変動している最中の部分に関しては、つながない、もしくはカットインを使うというような考えで、を持っておいていただきたいんですね。なので今回はここに関してはちょっとカットします。でこの15小節と書いてある部分から、先は、176固定です。もう上がりも下がりもしないというところなので、ここからまた編集をかけていきます。必ず、手順としてはこの赤いマーカーを打った後、赤いマーカーの右側に再生位置を合わせます。この右側であれば問題ありませんので、
この赤いマーカー右側に再生位置を合わせたら続いて調整ウィーッと持っていってみましょう。ジュ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 とどんどん上がっていきますね。で、はい、176にしてみました。そうすると、まあ、1、2、3、4拍取って、4拍取った後の16小節目の1拍目、これぴったり合ってそう。ちょっとずれてるかな、大丈夫か、という感じに調節をします。そうすると、で前回のおさらい、グリッド線は、作ったら保存ということで、今ですね進行ちょっと外してみましょう。ほいっと。で、ではこの15小節1拍目のマーカーから右に再生位置をずらした瞬間にデッキ側の BPM の数字が変わります。ふいっ、はい、176.36 ということで、これで BPM がここからは 176.36 なんだというような設定になりました。じゃあ改めて一番初めから、聞いていきたいんですが、先ほどお伝えしたようにこの途中の BPM がどんどん上がっていっている箇所に関しては今 141.45 と出ていますが、残念ながらこれは測定不能な場所です。なのでここでつなごうなんて思わないでください。では、ね、一番初め 140.19 で再生されて BPM 測定不能などんどん上がっていっている場所、そして 176.36 だったかなの、3パターンで BPM が変わっていくというのをちょっと見ていただきたいと思います。じゃあ再生しますよ。今シンクしてない状態です。はい、ということで、176.36 に、BPM が変動が変わりきったタイミングから、再生をすることができるというか、176でまたつなぐことができる、 BPM を検知ちゃんとしているというような設定になっていますね。これもちろん、楽曲の中に保存されているデータなので、セラト DC を使っている上では、このグリッドの調節した部分はちゃんと残っていますのでご安心ください。例えばこれどういうふうに、この仕込みをしておくとどんなつなぎができるかというと、例えば今回であれば右側の楽曲、今回これ 140.16 で多分僕はこう DJ をつないできたと思うんですね。で 140.16 というものに対して、この手前、今回編集した楽曲 140.19 なので、これシンクしちゃえば、もちろんぴったりと4小節目までは楽曲があります。これでまずつないでいった後 BPM 変動の部分までにつなぎきってしまう。でつなぎきってウィーッと上がっていった後に176で固定されますよね。で176で固定されているので、この時に今度は176の楽曲とかをつないでいくと、BPM のこう橋渡しじゃないですけど、140でやっていて上がっていって176で今度は、ドラムベースだハードコアだユーキハードコアだ、はてまたファンコットだというようなテンポの、速度切り替えをやることによって、まあ、ちょっとジャンルの架け渡しの、いいきっかけになったりとかすると思います。はい、ではですね今回はこの BPM が変動する場合の楽曲について、このマーカーを使えば、どちらの BPM も計測できるよという、お話をしました。でですね、次回なんですけども、これのさらに応用で、ですね、例えばこう MPC を叩いたりとか生ドラムをサンプリングしていたりすると、どうしても楽曲の、テンポの BPM のよれってあると思うんですね。例えばどんだけ頑張って BPM120 で M で体感で BPM120 でこう MPC ガタガタガタって叩いていても絶対こう121寄りだったりとか119寄りだったりとかっていう風に寄れが出てくると思います。この寄れを、無理やりシンクさせてやろうってなってくると、このマーカーを使ってない場合あのガッタガタになっちゃって、まあ、それがグルーヴでかっこいいという時もあるんですけれども、これを、綺麗にぴったりに合わせたいという、方のために今回、次回は、この BPM がよれた場合は、
よれている曲を進化させる場合にはどうしたらいいのかというのを説明していきたいと思います。ではですね、皆さん、次回またお会いしましょう。ほーん、バイバイ。